皆さんこんにちは。今回何に関して言及させていただきたいかというと、番組をご視聴いただいている方から、質問いただきまして、まあ、タイのバンコクがどのようになっているかというのをね、いうことなんだけど、これに関しては、まあ、自分の友達とかが、まあ、取材してたりもするし、あとは、今行かれている方がいらっしゃるんで、その方々から、ね、ちょっといろいろと広告いただいたんだけど、現段階で今ね、まあ、現段階でどういう状況が起きているかっていうと、まあ、そういう夜の歓楽街とかはね、一応その自粛体制ということで、まあ、ほぼ影響してない状態です。だから例えばね、そういうのカウボーイとかナナとかのあたりも本当に閑散としてるというか、もう人がもう降りないという状況で、ございます。さらには、アソークって昔ね、働いてたところ、アソークって皆さん、まあ、よくね、このチャンネルでタイの動画アップするとき、アソークのあたり、まあ、よく散策するんで、あれなんだけど、アソークのあたりが、まあ、非常にね、閑散としてるということです。ちょっとこれ見てください。まあ、こんな感じで写真見ていただくと、まあ、いつもこのアソークの大通りね、スケミットとアソークの大通りってやって交差してますよね。で、ちょうどそのシティバンクのところの上で俺働いてたんでね、あの懐かしいとこの間行ったばっかりですからね、なんですけど、それでその隣がね、道挟んでこっち側が、いわゆるターミナル21ですよね。ターミナル21も今日から閉鎖ということで、まあ、非常にもう閑散としている感じです。だからあんまり外出している人が少ないということで、ちょっと限界体制が敷かれているのかなって感じはします。その中でまあもちろんの店もそうだし、あとマッサージ屋さんも結構もう閉まってるところがほとんどで、まあ田舎から出てきてるこうイサンからね、タイの東北部イサンから来てる人が多いので、そのイサン、まあいわゆる田舎にね帰る人々が多いということです。なのでまあ現在だから多くのところがね、まあ店もねレストランにも閉まってるところもあるということでね、その中、まあ、いつものような活気が見られないということで、まあ、これに関してはもちろん世界各地に今いろんなところにね、友人、知人、そしてこの番組ご視聴いただいています。その中から総合的いろんな情報を入れています。その中でまあ徐々にまあ発表させていただきたいと思ってるんだけど、タイの、バンコクの状況はこういう感じということでね、ございます。ちょっと面白いのがね、これです。これね、なんか変な広告らしいんだけど、これ面白いね。まあ、いわゆるそういう英語で言ったメイクラブするときもね、まあ、いわゆるこのこれ何かぶるってこれはバケツだよね。だから結局飛沫感染なんで、こういう濃厚接触っていうかここのところがって出たときにこれでね移っちゃうわけなんで、そういうのを やめなさいってことだと思うんだよね。まあ、ちょっと面白いものだと思ったんだけど、こういう感じらしいです。なのでまあこれは日本でもねかなりまあこの状況があるんだけど、まあ世界各地を見ていただいてもね、ヨーロッパもすごいことになってるじゃないですか。で東南アジアは感染者が少なくてもタイは少し今増えてるんですね。だから自分が思うのは、タイとか他の国々ね、発展途上国なんかだと保険制度ってないことが多いんです。保険制度がね、その中で結局病院に行く場合は自分で実費で行かないといけない、ただお金かかるから行けないというね、人々も多くいるのが実情なので、出せれば東南アジアとかはね結構もっとやっぱりかかってる可能性が高いかなって感じはします。感染者がね、想像以上多いと思います。その中でまあいろいろ大変です。だから高温多湿に強いなんとか、まあ、いうふうに誰かがまあ出してましたけど、それもねちょっと微妙なところなのかなって感じはします。なので、まあ、やっぱりね、まあ、これからアフリカなんかも検討してるんだけど、まあアフリカなんかもね実際感染が出ても病院に行けない層が多いので、実際それで、明るみになってないだけじゃないのかなっていう感じもあります。ということでこれに関しては、まあ、情報を注視してね行く予定です。いろんな情報が出てますので、これからもねこういったね、問題に関して発表していきたいと思ってます。もしねチャンネル登録されてない方はチャンネル登録いただければと思います。これチャンネルに関してはね、海外を主に、国内ももちろんアップしますけど、海外を主に、まあ、海外のいろんなところおすすめの場所とかね、海外国際事情も含めてね、紹介している番組になりますので、まあこのチャンネル初めて見た方もいらっしゃるかもしれません。動画でね、チャンネル登録いただければと思います。どうぞよろしくお願いいたします。